播磨の反乱を鎮めた信長は西国の攻略を再び秀吉に委ねて自身は京へと帰還していた。しかし毛利の勢いは衰えず、西国の戦線は膠着。信長は苦戦する秀吉に援軍を派遣することを決める。まず光秀に援軍を預けて先行させ、その後信長自身も出陣する旨が秀吉のもとに伝えられた。合わせて伊賀の乱についても報告が入った。それは三太夫が信長を裏切り討伐されたというものだった。備中高松城の戦い。おい、その話は本当か？桃地の兄貴が信長様を裏切ってはめようとしたって。はい、その後伊賀忍団は明智らの手により壊滅、桃地も討ち取られました。そうか、兄貴の中ではまだ家族を奪った武士への憎しみが渦巻いていたのかもしれねえな。戦が悲劇を呼び、また新たな戦の火種を生み出す。こんな負の連鎖はそろそろ断ち切らねえと。と、それより今は目の前の戦に集中だ。よっしゃ、今回もやるぞ和氏。無論手前にとっては主の勝利が全てです。光秀たち援軍が来ればこの膠着も打破できるはずだ。それまでに流れをこっちに引き寄せとかねえとな。全て見通してみせる。期待してんぞ、勘弁。高松城は辺り一帯沼地みたいだ。正面突破は難しいだろうな。では俺をあの高台へ。策を練るためまずは地形を把握します。アルジとカンペ正面ためどちらも守り抜く。この高松城何人たりとも奪わせはせぬ。震えよ和氏、俺たちの働きで必ずや秀吉様を勝たせるんだ。承知。ったく、やたら張り切ったな。見てるか軍師。よし、
ぞ勘兵衛。ここに本陣を置くから、お前は策を練ってくれ。見通せました。こたびは水系が適当かと。近隣の河川を氾濫させ城を沈めましょう。敵を城から引きずり出そうってわけだな。よっしゃ、準備を進めるか。高台を奪いよ。行け、皆の者、必ずやあの地を奪い返せ。開門。織田の奴ら、妙な動きをしておるな。承知した。行け、奴らの企みを阻止せよ。開門。お主、わしの手柄となれ。策をなすためには河川のせき止めが肝要。いや、こうも敵が多くては進軍もままならない。見てくれよ、ハンペ。オイラは勝つ、必ずな。水系をなすには城の周囲に堤防を築き、せき止めた河川の水を注ぐ必要があります。手間はかかりますが、こたびはこれが上策かと。主、前線に出る際はお気をつけよ。有事の際はお呼びとあればすぐに手前が。おう、いつもありがとな、勝氏。つくづくオイラはいい仲間に恵まれたよ。敵が多くてこのままじゃ先に進めねえ。策のために堤防を作んなきゃなってのに。撃破されたか。ならば再び配備するのみ。ファイト。工作兵がやられちまった。もう一度来てもらうしかねえな。この辺りが適しているな。では河川のせき止めに着手しろ。貴様ら、ここで何をしている。勝手な真似は許さんぞ。ハイト。いただきだ。策の妨害はさせない。貴様らの行動はすべて計算のうちだ。敵の妨害も俺の前では無意味だ。準備ももう間もなく完了するか。こちらの準備は完了だ。合図が出次第即座に河川をせき止める。織田の隙に動かれてたまるか。兵を集め吸収してやろう。こんにゃろめ。ここいらの敵はあらかた片付いたな。先へ進むぞ。開門。あの奴ら、何をこそこそと。到底捨ておけぬわ。みんな、出るぞ。鉄砲隊、織田の手勢を仕留めよ。何人たりとも高松城に近づけはせぬぞ。やっちまうぞ。鉄砲隊とは厄介な。城に近づくにはやはり正攻法では難しいようだ。ファイト。
です、主。来たな。よし、作業再開だ。他のみんなは工作兵を守ってくれよ。これ式のやつら、オイラの敵じゃねえ。さて、堤防の様子はどうかな。よっしゃ、堤防完成だ。あとは官兵衛のせき止めがうまくいけば。水系の準備万事完了だ。水流に飲まれないよう皆を交代させねば。織田が交代を始めたぞ。者ども、一斉に攻め立てよ。署名を果たせ。さっさと下がらねえとって時に面倒だな。急いで倒しちまうぞ。俺の計算通りだ。オイラの出番だ。よし、みんな交代したな。そんじゃ水攻め決行だ。よっしゃ、水攻めは大成功だ。でかした、カンペ。俺は計算通りことを運んだにすぎません。勝利をつかむまでどうか油断なきを。な、高松城が水没しただって。みな、急ぎ友軍の援護に当たれ。勝利条件変更。ここに来てもう承知した。一人の増援か。想定より多いが切り抜けるほかねえ。川が氾濫した。水が城まで入ってくる。逃げろ。この水はまさか織田の仕業か。高松城は捨てるほかあるまい。氾濫により浅瀬になった箇所がありますね。おそらく敵の増援が通るでしょう。ご注意を。官兵衛様、怪しい奴を捕らえました。このような密書を所持していたのですが。これは密書、一体どのような。急に秀吉様にお伝えせねば。だいぶ毛利を打ち払えたな。これで勢いが弱まるといいが。官兵衛様より伝令です。急ぎこちらの書簡をお目通しください。信長様が光秀に。くそ、なんだってこんな。落ち着け、
オイラが今なすべきことは急いでここを片付けて京に戻ることだ。敗北条件変更。これで終わるわけないだろう。承知した。門を開け。さあ激しく攻め立てろ。開門。このままでは終われぬ。援軍と共に織田を殲滅してくれるわ。やろめ。この砦をぶんどるつもりだ。俺たちも舐められたもんだな。織田の後輩をついてやろう。承知した。者ども、行くぞ。敵将、オイラが討ち取った。聞かせていただこう。なんと見事な。耐えきれん。聞かせてもらう。敵将、オイラが討ち取った。耐えきれん。聞かせてもらう。承知した。どんどん行くぞ。どんどん。砦の制圧は完了だ。ここから早急に敵本陣を叩く。兄上たちの子孫寺はさすがに想定外だ。奴らの勢いをそがねばならないのに。水攻めと随分考えたじゃないか。けどそうやすやすと勝てると思うなよ。さっさと勝たねえと困るんだっての。オイラは急いでんだよ。クロだ、水攻めを図ったのはやっぱり君か。それなりにやるんだ。これ式の手柄誇るようでは下の下。俺が真に求めるのは勝利のみだ。ここは勝ちを譲るしかないか。けど妙だ、奴らどこか焦っていたような。よっしゃ勝った。これで京に戻れると。その前に毛利と話をつけとかねえとな。信長様が光秀殿に。一体なぜ。信長様を失って俺たちはこれからどうすれば。みんな顔を上げろ。これは秀吉様にとってまたとない好機なのだ。ああ、天下人に最も近い者が言った。なら空位となったその座にはオイラが座ってみせる。今誰よりも早く京へと戻り、信長様の仇討ちをなせば間違いなく天下に大きく近づけるはずだ。乱世が生む悲劇の連鎖はそろそろ断ち切らねえと。だからオイラは走
走る。みんなしっかりついてこい。